こんにちは。ブライダルアクセサリーの作成とセレクトアクセサリーのビジューホリックです。今回は淡水バロックパールのネックレスを作成する動画になります。普段使いはもちろん、入園入学、卒園卒業式のママにもおすすめです。用意するものはテグス、アジャスター、カニカン、つぶし玉、ボールチップ、バロックパール、ボンドと爪楊枝、工具とメジャーになります。ネックレスは40センチなので、50センチぐらいのテグスを2本切り、2本取りで重ねて使います。2本取りにしてボールチップを通します。次に潰し玉を通します。やっとこで潰します。念のため、もう一つ潰し玉を通して潰しておきます。先端のテグスは切っておきます。ボールチップに接着剤をつけて、つぶし玉を挟んで固定します。ボンドの汚れがあれば拭き取ります。ボールチップの反対側のテグスからバロックパールを通していきます。パールは形がいびつでも可愛いので、できるだけ平らではない丸めのものを選ぶと立体感があり可愛く仕上がります。どんどん通していきます。先ほどのボールチップにカニ缶をつけます。しっかり外れないように丸めましょう。
deliver to what you want with it. You can send it back. カニ缶から測って40センチ近くなるまでパールを通していきます。メジャーで測って40センチぐらいになったら、またボールチップを通します。ボールチップを通します。パールを隙間のないようにしっかり詰めておきます。つぶし玉を通して潰します。パールが隙間なく詰まっているか確認して潰しましょう。さらにもう一つ潰し玉を通します。こちらもしっかり潰して固定します。余分なテグスはカットします。接着剤をボールチップにつけて、やっとこでボールチップを閉じます。長さの調節ができるのでアジャスターをつけます。こちらも外れないようしっかり丸めましょう。カニ缶をアジャスターにつければ完成です。入園入学式、卒園卒業式のママコーデやブライダルにも、バロックなのでカジュアルに T シャツにも可愛いので、ぜひ作ってみてくださいね。こちらのチャンネルではアクセサリー作家の活動やハンドメイドしてますので、チャンネル登録をお待ちしてます。今回もご視聴ありがとうございました。